Okay, thanks.石崎信弘監督58回目の誕生日3月14日になりました。で、最初に石崎監督からケーキをちょっと、はい、前に掲げてもらって、はい、少し目線もらっていいですか。ありがとうございます。せーの、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, dear Ishii-san. Happy birthday to you. はい、お願いします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では、ご感想の方をお願いいたします。58人もらってこんな祝ってもらって本当に大変ありがとうございます。あの勝ち点3が取れるように頑張ります。はい、食べちゃう。じゃあそのまま食べていただいて。うん、うまい。これどこの里親さんですね。うちの正会員の里親さんになります。うまい、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 中にイチゴがあるよ。開幕戦が今週末となりますけれども、はい、やはりそれに向けてこう、なんかこう、決意というか、ね、ね、夕方とホームでね、試合ができるということで、それも対戦相手ね、セレッソ大阪、柿谷がいるセレッソ大阪とできるということでね、面白いゲームができるようにね、していきたいのと、やっぱり勝ち点3取れるように、チーム一丸となって戦っていきたいなと思います。